新平貴君は中華民国の女性政治家。中国国民党、国民政府に属し、南京国民政府でも交換を務めた。字は、表女。祖籍は、関東省公衆府新会県。夫は、王朝明。南洋家教の富裕な商人の家庭に生まれる。1907年、英領マラヤのペナントを訪問した王朝明と知り合ったことが契機となり、 1908年に中国同盟会に加入し、シンガポールで孫文と対面した。その後は王朝明と共に帰国し、中国同盟会の帰還し、民法編集にも携わった。1909年、王朝明を囲んで、陳平貴君、片君、明、宗生はじめなかじの4人が同志として生死を共にすることを誓い合った。この5人は、後に、 関東省に共同の墓を建てており、この頃、王朝明と陳碧君は名義上の結婚をしたと考えられる。1910年、ミハイル・バクーニンなどあのアナーキズムの直接行動主義の影響を受けた王朝明は、幸福性、雪雲も、陳碧君らの同志と共に、北京において、新朝洋人の暗殺計画に取り掛かった。イギリス領に育った陳碧君は、 英語が堪能であり、英語で記された次元爆弾の取扱い書を読めるという理由で、この計画に参加した。標的となったのは、戦闘艇の父殺傷、王はじめであった。しかし、1910年4月、計画が露見して、新朝当局の捜査を受け、王と幸福生は逮捕され、両名に無期懲役の判決が下された。陳平貴君は、 王朝名を救出すべく香港を拠点に活動を行い、また、極中の王朝名に何度も手紙を書き送っている。陳平貴君と王朝名。1911年11月、侵害革命の最中王朝名は釈放された。1912年、陳平貴君は王朝名と結婚式を挙げた。司会は、高官民、花嫁海添人は何工業であった。 同年8月、正式に夫婦となった二人は、新婚旅行も兼ねて、収容のためのフランス留学に旅立った。王と陳の夫妻は、パリ郊外のモンタルジニ教科え、家庭教師からフランス語を習い、フランス文学や社会学を学びながら、書籍を読んだり翻訳して過ごした。時々、中国に帰国したもののほぼ5年間をヨーロッパで暮らしたが、ヨーロッパには、 陳碧君の弟陳まさそ、同志方君明キラとその妹方君碧、同志創生とその弟、宗仲なるなどが勉学を兼ねて同行した。この生活の中で長男の大文鋭が1913年、長女の大文静が1914年、それぞれフランスで生まれている。1917年、孫文の古法運動に参加するため、二人は帰国し、 人ヘキ君も夫を助けて政治活動や教育振興などに携わった。1920年、次女の王綾明が生まれている。1921年、王長明は孫文の中華民国正式政府の関東省教育会会長の就任を承諾し、ようやく公職に就いた。これを機に王の長い収容の時代は終わり、以後、 中国国内政治の表舞台に立つこととなった。1922年には三女の王文誠が生まれている。1923年6月、王夫婦にとっては革命の同志であり、共にヨーロッパで学んだカタ明アキラが自殺している。彼女はボルドー大学で数学を学び、中国人女子留学生として初の博士号を取得した才女であった。また、 同年9月には学校設立のために在米華境から募金を集めるためアメリカ合衆国に渡った王夫妻がその地で次男を設けたが一か月たらずで肺炎のためなくしてしまった。1924年1月、甲州で開かれた中国国民党第一回全国大会ではソ連の制度を模倣した中央執行委員会の体制が作られ中央執行委員は 総員24名で、王朝名、古官民、領中外などのほか、李大将ら3名の共産党員が含まれていた。また、中央執行委員候補17名中、共産党員は、毛沢東ら7名に及ぶ、国境合作の政策が取られた。王は、孫文の側近として、個人的連絡係のほか、国民党中央執行委員会委員、宣伝部長の要職につき、 古官民と共に、党の総壁となった。党の階層と同様に重要なのは党の軍隊の創設であった。孫文はソ連の赤軍のように思想的に武装した党軍の必要性を通説に感じており、領中外を党代表に選び、1924年5月、小海石を候補軍艦学校準備委員長に命じた。小をこの学校の校長にと強く推薦したのは、 陳平器君だったと言われる。1925年、北京で孫文が病に倒れた際は、王朝明が政務を処理し、陳平器君が孫文を看病する、総敬礼夫人を支えた。同年3月の孫文の死去に際しては、夫の王朝明は、革命なお未成功、同志なお須努力との一説で有名な遺言を記した。王はこれを、 病床にあった孫文から同意を得たと伝えられており、小解析の義兄にあたる総始文、孫文の子息孫か、後は勝若る何工業らが、証明者として名を連ね、遺書には、王朝明が、筆記者として筆頭に記されている。孫文死後の1926年1月、甲州での中国国民党、第2回全国代表大会で、陳碧君は、中央観察委員。 上務委員に選出された。夫の王長明は他者を抑えて、中央委員第一位に当選し、国民政府主席県軍人委員会主席の地位につき、名実ともに国民党の指導者となった。1928年、三男、王文帝が生まれている。1926年以降、王長明と張会席は国民党内の二大勢力として、時には対立し、 時には協力し合った。王朝明自身も公衆国民政府から始まって、武漢国民政府、南京国民政府の領収として活躍したが、途中何度か外遊している。1929年3月以後、王朝明が反省運動に参加すると、人壁君も1931年の両者の和解まで王朝明を支援している。日中戦争の激化に伴い、 1938年に国民政府が重慶に移転すると、王朝明は支持者と前後策を協議した。その際に、陳平貴君は日本との和平を主張したとされる。1938年12月18日、王朝明は重慶からの脱出を決行した。行動を共にしたのは、陳平貴君、女性南分潔、腹心の総中なる末端秘書の陳常等。 ボディーガードの連携であった。そして、ハノイ経由で、上海に逃れた。1938年に、上海の大道大学附属校中を卒業した次女の、王綾明は、医学を学ぶため香港に向かっていたが、1939年、乱医者によって危うく誘拐されかけた。そのため、王長明、陳平貴君は次女を日本に送り、 帝国女子医学専門学校で医学を学ばせることにした。1939年8月、王朝明が第6回国民党代表大会を開催し、陳平記君も中央観察委員会常務委員に選出された。そして1940年3月の南京国民政府成立に至る。南京国民政府では、陳平記君は交換派と称される派閥を形成。 庶民吉美など親族を徴用した政局運営を行う。これが原因で、陳君広ら、実力派との対立が起こった。1944年1月、夫の王朝明が歩行困難となり、やがて下半身不随の重大となった。2月、東北帝国大学の黒川俊夫教授が王公館を訪ねて診察し、名古屋帝国大学の斉藤誠教授に応援を、 以来、斎藤教授は、診察を終えると、即座に、王朝明に来日して入院するよう指示した。3月3日、南京を出発した王朝明は、陳碧君夫人と南文傑夫妻、通訳、医師らを同行し、国民政府の工事を、立法院委員長の陳君博と、行政院副委員長の修復会に託して、岐阜県各務原飛行場に到着。そのまま、 名古屋帝国大学医学部附属病院に入院した。王は体の激痛に耐えながら闘病生活を続け、夏頃には一時回復したが、11月10日、そのまま名古屋にて隠しした。61歳。遺体を陸軍小牧飛行場から飛行機に乗せて送り出す際には、小祖国秋首相、茂光葵外相ら当時の政府閣僚を、をこの絵踏みまろ、 当時秀樹ら重心が見送りに訪れた。南京では空港から王公館までの沿道に民衆が詰めかけて、棺を迎えた。町は反旗を掲げて静まり返っており、南京市民が王朝名を警護していたことを伺わせる。葬儀委員長は、陳君博で11月18日、中央政治委員会で王の国葬が決まったが、陳碧君はこれを拒否し、 故郷の関東でひっそりと葬儀を行いたいと希望した。しかし、陳君広は南京は個人が生涯をかけて設置した国民政府のある場所だから初代主席の葬儀はお膝元で行うのが当然であると述べ、重慶との合体が叶ったならば正式な国葬を行うとしても、とりあえず経費を切り詰めた質素な仮国葬の形にしてはどうかと説得した。 陳はこれに従い、南京郊外の梅火山に埋葬することとしたが、墓を暴かれる恐れから、棺をコンクリートで覆った。陳平気くは、魂系嫌いの四字を書いて、夫の霊に捧げた。王朝名なき後の国民政府は、陳君広が主席代理を務めた。南京国民政府は、ポツダム宣言受諾が公表された。 翌日の1945年8月16日に解散した。陳碧君は8月25日、重慶の小解析政権により逮捕された。9月9日、国民党第74軍は王の墓を被覆したコンクリートの外壁を爆破している。1946年4月、チャンスコート法院において無期懲役を宣告され、 蘇州の獅子口監獄に収監された。陳平貴君は、判決に祭し、判決に不服であるが、上訴しても、初信と同一決心となるので無意味であると、裁判官に発言したとされる。1949年の中華人民、共和国成立後も継続して収監されたが、すでに健康を害していたため療養が主となっていた。百五十九年六月十七日、 上海日下、愛嬌監獄内の委員にて死去した。去年69、陳平貴君の遺界は、関東経由で当時香港に住んでいた子女のもとにもたらされた。家族でひっそりと葬儀を行い、さらに香港に住む100名ほどで改めて葬儀を行った後、遺界はチャーターされた蒸気船によって香港沖に巻かれた。戦後、陳平貴君は、 小解石政府に逮捕され、官官裁判にかけられたが、夫の愛国心を強調して堂々と反論し、総敬礼や何工業ら周囲の努力により、夫の非を認めれば釈放するというところまで行った。ものの、一言のもとに、それを却下し、釈放されることよりも極死を選んだ。裁判年に病室が一緒だった女性教師、両厚次郎の残した手記。 陳平貴君の最後の二日によれば、陳平貴君は、若い頃の王朝明の死を聞いて、彼は美男子だったと二度繰り返して、口にしたという。そして、王朝明は、陳平貴君の、才を、加えて、罪も認めたのだと語り合った。王朝明の女性関係は、ほどに支援の証言にもあるように、全く精錬な人物であった。長男、王文栄は、息子の目から見て、父は、 間違いなく妻一筋で他の女性には目もくれずに生涯を終えたと断言している。一方、王夫妻のかつての同志で1923年に自殺した片君明と王が愛人関係にあったという説があり、現在も広くルフしている。1961年に香港の出版社から刊行されたり完生著、王政英恋愛誌でも、王君、 アキラの自殺の原因もそこにあるとしている。しかし、北京主犯大学の最徳近は、同盟会除血方くんアキラを表して、王英恋愛史の内容を根拠のない風説として批判し、王長明が民族の裏切り者であったことは、間違いないにしても、彼の生活態度は至って真面目で、王と陳平君とは極めて仲の良いごく健全な夫婦だったとしており、 ー君、明ら自殺の原因は、主として、金銭問題、そして10年間の外国生活を終えて、中国に帰国した彼女が目の当たりにした、変わらない、中国社会への絶望だったとしている。家族の証言によれば、陳平貴君は気丈で、自分本位の振る舞いが目立ち、自立心の強い除血型の人物であった。また、非常に潔癖な性格で、 小解析が4歳年上への思う副売と競技離婚し、よ山こと、陳清女とは婚約せず4人目の総美礼と結婚したことを嫌った。王家を訪れた人でも、制裁でない人を連れて、場合には決して奥に入れようとしなかったし、愛人を連れてきた場合には、消毒しておきなさいと声を荒げたと言われる。政治的には夫を献身的に支え、革命化。 教師としての彼女も立派であったが、主婦としては潔癖すぎる難点があったと指摘されている。マレーシアにて、後列左から二人目が王。その左が、陳平君。ありがとうございます。